どうも、今回前回のね生放送、前々回くらいなのかな、生放送9月の時か、そうですね、次10月だもんね。9月の時の生放送で言ったんですけど、ビリジョーの、ビエナっていう歌があるんですけど、まあこれウィーン、最初にちょっとね言っておきたいんですけど、これウィーンっていうのはクラシック音楽の聖地で、若いクラシックのミュージシャンみんなウィーンを目指してると。だけどみんなその一生懸命練習したりして、もう音楽ばっかりやって他のもミントもどんどん才能を枯渇してると。もうそんな頑張りすぎたら燃え尽きてまうでと。もうゆっくり頑張りって、才能あるんやったら大丈夫やからゆっくり頑張りって。だからウィーンはいつでも君を待ってるよっていうね、 Vienna waits for you っていう、 Vienna waits for you っていう歌なんで、僕はそれをね、この Vienna がもう梅田花月、じゃあもう今ないわ、難波花月ね、 NGK ナンバーグランド花月に思えて、日本中のお笑いを目指す若者にね、急ぐなと、才能あったら大丈夫、花月は待ってるでっていう、ウィーンを花月にしてね、花月は待ってるでっていう、これ僕の中で一番好きなんですけど、多くの芸人がね、芸人にとっての、アンサムというか大事な歌ってよく言うのがビートたけしさんのね、浅草キッドね、いつか売れると信じてた客が2人の演芸場でっていう歌をね、僕この歌もよくカバーで歌うんですけど、いつか売れると信じてた客が2人の演芸場でっていう歌をですね、客1人の前で歌ったことあります、それ買ったって思いました、たけしを超えたって思いましたいつか売れると信じてた客が1人のライブハウスでそれはいいんで、そういう歌があったんで、多くの芸人にこのビエナの新しいバージョン花月、これ歌よ。でビエナの方は最初の歌がスローダウン You Crazy Child っていうね、スローダウンちょっと落ち着けっていう歌なんで、このスローダウンが僕はもうダウンタウンに聞こえてね、じゃあちょっと聞いていただきましょうか。このこう、まあこれ僕が下手くそなピアノ弾いてるんですけど、いくで、スローダウン You Crazy Child がどうなるかこれはもう俺も自分で歌ってて泣きそうなるもん、ほんまマジやで。ダウンタウン物がちゃう、物がちゃう、そら若手の頃からちゃう、ほらええやん、前説でも板の上を踏んでね、板の上を、芸人は、芸人とかまぼこはなんだかちゅてえな、これ名言ぴったり。でもな、今回はもうフルコーラスでいきます。長いからカットせえって小坂さんに言われたけど断りました。マッチューたら才能やけど、彼らもほらポッと出てテレビで人気出ただけちゃう、だけちゃういうことちゃんと分かってるんやろな、うん、芸人は板の上、ほらもうこの辺ほら、もう多分 NGK の生徒とかもちょっと泣いてると思うよ今。そうやってダウンタウンみたいにあかんって、そんなこと言うやつめっちゃおるぞ。これおるぞも英語の although に欠けてるんやけどな、これ although 一発当てて楽に、そんな無理っちゅうね。まあでも今ちょっとね YouTube とか出てきたから、もう10年ぐらい前から状況はだいぶちょっとはちゃうけど、でも舞台ですよ、舞台でしょ、舞台にプライド、ドンチョが上がってからが勝負だ知らねえ必ずチャンスは来る、芸人は板の上、いやこれ超えてるかもしれないオリジナルをダウンタウンそりゃええけどな、ハワイとか行けるのは一握り、それより作らな爆笑を取る芸すぐに、芸人は板の上、これ横山ノックス賞がね生前言ってくれたんです、芸人は板の上やって。まあ芸人に歌詞も入ってるんよ、だからまあちゅうたら才能やけども、ポッと出てテレビで人気出ただけちゃう、いうことちゃんと分かってるんやろな、これはもうこれ多分ノックス賞がねこれ聞いたら多分ええこと言うなって言うと、あ今に西川九州やったええこと言うなって言うてくれて思うわ、うん、中華板の上な、板の上が似合うは芸人かかまぼこやってね、名言を読書が言ってくれました。
ちなみに生前最後の番組ちゃうかな、全タネという番組出てくれた時に、芸人は板の上っていうその言葉が僕にあって、ビリー・ジョエルのウィンとガッチリ、これでもマジでちょっと感動する芸人の人おると思うんやけど、この詩感動したらちょっとこれね、 NGK のね学校の歌とかにしてくれんかな、あの授業の最初と最後に歌うみたいなNGK の卒業式とかあるんかな、卒業式あったらこれバッチリやん、大崎さん岡本社長よろしくお願いします。どうも種田正夫でございます。種田チャンネルを開設して、とりあえず目指せ登録者数1000、登録者数1000人ということで頑張ってまして、今100人ということで、もっと登録してほしいのでお願いします。今登録してくれた人には漏れなく僕から心のありがとうが届きます。